こんにちは。スタジオアペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこちらです。ユダヤ式学習法、ペラペラ話をさせるコツです。コミュニケーションのコツは聞き役に徹することという話をしたと思います。ただし、その時にやっぱり子供がうまく話をしてくれないとなかなかその先に進んでいかないと思うんですね。じゃあどういうやり方をすると子供がこういっぱい話をしてくれるかと、で聞き役に徹せれるかと、コツは2つなんです。1つ目、これですね。興味のある話題、やっぱり好きなことっていうのは人は話したがります。なかなかね、興味がないことか知らないこととかってやっぱり人って話しづらいですし、じゃあ興味がある話題をその子が好きなもの、何でもいいと思います。スポーツでも勉強でもいいと思いますし、何かハマってるもの、まあゲームでもいいでしょう、アニメでもいいと思います。そういうものを話を振ることによって、まずは話す準備ができていきます。そしてこの二つ目がかなりポイントで結構使えます。知らないふり。そう、まあ子供が話すことなんで結構知ってることってやっぱ世の中多いと思うんですね。ただここを知らないふりしてると、子供ってのはですね、親が知らないことを話せる、教えてあげられるっていう体験ができるので、実はユダヤ式学習法のですね、すごく根本にあるものが実は普通の会話から学ぶことができるんです。へえ、そうなんだ、それでそれで、あ、知らなかった。ちょっとオーバー気味ですけど、そう相槌打つと子供っていうのは、あ、もっともっと話したいなとか、こんなことがあったんだよって伝えるようになるので、この知らないふりっていうのはすごく使えるテクニックですので、ぜひぜひ参考にしてみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。